まあ、ただ今は麻布十番でお店持ってますので、今回こういうお弁当をきっかけに来れない人もなんか食べていただけたらなというような思いはあります。最後食事が始まってから終わったところがやっぱり一つ の表現になっていると思うので、お弁当もこう それぞれはこだわってるんですけど、まあ、全体を食べてその表現がお客様に伝わればいいなという感じですね。店を始めたのは今から105年前なんですけども、やはり特にうなぎっていうのは、出来次第が作りたてが美味しいので、なるべく作りたてをお客様に食べていただけるように努力はしています。いつもは本当に近所にしかデリバリーはしてないので、もっとより多くのお客様にも食べていただけるチャンスかと思いまして、一緒にやらさせていただくことにいたしました。フランス料理がこうお店で食べる以外で食べられるっていうことは、まあ、フランス料理に、親しみを感じてもらうってもいいですし、いろんなニーズによって楽しんでいただければと思います。